山蔵トンネルは、神奈川県相川町山蔵と相模原市、緑区根小屋を結ぶ、神奈川県道65号厚木相川津久井線のトンネルである。神奈川県津久井土木事務所が管理している。トンネルが貫通する山海には、三瀬峠があり、戦国時代、武田信玄軍と北条氏康安軍が激戦を繰り広げた、三瀬峠の戦いの古戦場でもある。 1992年1月竣工、全長462メートル。最高速度時速40キロメートル制限、駐車禁止、はみ出し禁止である。もともと、古道、歩道しか存在しない平基地であったが、津久井方面と相川方面をつなげる道路として開発された。神奈川県道65号厚木相川津久井線は、東トンネルを最高点としている。 トンネル内はほぼ直線であり、2車線道路で、比較的快適な走行が可能であるが、現在でも、交通量はそれほど多いとは言えない。ただ、周囲に、神奈川県愛工郡愛川町三蔵新宿、上宿、下宿といった大技が残っている通り、中世から、 江戸時代にわたって、海の国より、相模国小田原台山への街道として、宿場が設けられた地方であり、古く交通の要衝であったということができる。違法競争型暴走族の活動が盛んだった1990年代初頭には、ローリング族が暴走に使用する道路となった。山蔵トンネルの北西側は、急峻なカーブの連続であることから、付近では、ローリング族による、 交通事故が多発し、死亡事故も散見された。若年層で形成された彼らは、山蔵トンネル最速の会と称すると等を組み、暴走行為を反復継続した。同人らは通行者、近隣住民、関係に対しては反発の姿勢は見せなかったが、同じローリング族に対しては対抗意識をあらわにし、過剰な暴走行為が繰り広げられ、それは、 当時のバイク雑誌でも懸伝される事態に陥った。同書は比較的交通量の少ない道路であること、路面が新規の施考で荒れていなかったこと、近辺に住宅がなく迅速な警察通報がなされなかったことなどによりローリング族の参集を助長した。一方、見ませ事件と続称されるローリング族同士の正面衝突による2名、死亡。 二名重傷という重大事故も発生。事故の真相は公表されていないが、一説には仲間割れに起因するものとされ、周辺住民などの猛烈な批判に遭い、これに抗応して、神奈川県警察の交通取締りも強化された。それが抗応を創しほどなく、ローリング族は、同所から姿を消している。六十二年十月六日、戦国大名の武田家と、 ご法上家が一大合戦を展開した地であり、後年の資料によれば、多数の戦死者を出した場所でもある。これによってか、山蔵トンネル内で、心霊等の目撃団が報告されている。ただ、近年の研究では、この合戦は現在見ませ峠と呼ばれている、丘陵一帯ではなく、トンネル南側約1キロメートルに所在する。 透明厚木カントリークラブのあたりが主戦場ではないかとされている。もっとも、三瀬峠でも激戦があったのは、間違いなく、北条氏治テル隊に吸収された武田方の武将、浅利信種、浦野重秀らが戦死している。三瀬自死枚保存会資料、神奈川県紙幣は出版株式会社館、バリバリマシン1995年特別号、十三ページ。 紅葉軍艦、北条記北条五代記小林慶一郎、武田軍記磯貝正義、帝本、武田信玄等、古今小即集、北条記新編合図風土記ありがとうございます。